本戦です、日本戦です。あと普段設けてないキーパーサイズも、設けます。25センチ以上の、バス、日本戦になりますんで、25センチ以下の魚はキープしないでください。回線もしねえじゃん。コールポジション、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。皆様今日一日よろしくお願いします。黒のレッグ味付き、黒レッグ味付き、ね、この時期の神はこれをジュンで、なんと全く同じセットで微妙に針の番手を一つだけ変えたやつ、これにやっぱ黒のレッグね、ダブルスタンバイですよね。はい、2本目。そしてはい、黒のレッグ3発目。これはね、重りを 3.5g にしてある。投げれるようにスタンバイして、よいしょ、釣り返し。よし、来たぞ。これはバラせない。これは貴重な貴重な一匹です。おっと、これこれ、ありがとう、来てくれてありがとうさん。
端にいい映像が映った途端だったね。やっぱワカサギについてんだ。バーダコーダ行っても真冬は魚体いるね。この下のとこにバババババーってちょっといい群れだよってのが映ったら途端に口使った。いやいやいや、あと一本、あと一本頑張ろう。おお、引き続きね、引き続きこんなワカサギの群れかな。なんかね、いいやつが映るんだよ。で、ルアーはレッグワームの、今日は黒色。おお、映り出した映り出した。すごい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 。ほら、中層にババ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 ーっとね、なんか映り出したよ。ちょっと今日ここの集中で、朝からやってたとこより一段深めね。ずっとね、8から9メーターぐらい狙ってたんだけど、11メーターぐらいなのかもね。もう1匹でもだいぶ御の字だね。丸坊主あるからね、1月。うわ、すごいすごい。なんだこれ、いいのが映り出しましたよ。チャンスか。これでね、そこをドラッキングしがちなんだけど、こう中層に映ってるから入れ直すんですよね。こういう感じで、なんだろう、上からパパ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 ってね、こうテールを震わせながらそのワカサギの真ん中をカタ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 カーってね、落としていく感じ。結構ね、フォーリングの時間がもったいないと思っちゃいがちなんだけど、このフォーリングで中層にいるやつを追わせて、結果まあね、そこ一番そこが追い詰める場所になるから、そこで食わせる。こんなイメージなの。で、まあそこに届いたらなんというか、もったいないからというか、越冬バス、そこにいる越冬バスを食わせるようなイメージで。1月だからね、今もちっちゃかったけど、もう一本ね、頭いいやつなんかが釣れちゃった日には、2本揃えたらね、いいことあるかもしれない。クソ、ちっちゃくてもいいからもう1本な、釣れればちょっと次の展開が。続く